来たんだけど、ね、ちょっと待って、どうしよっかな、みんななんでアイコン、めっちゃ書きやすくない？アイコンちゃんとしてくれ、本当に真似しようと思った。あ、もうこれはどんな感じだったっけ、ちょっとどんな感じだったかな。え、すごい、うまく書ける気がする。こうしてもうさ、いつもそう言うんだもん。こうして、あ、やばい、さっきのマジで誰も出せない。人間さんたち全員こうやってしてたよ。危ない危ない、あ、ちょっと早く見せたい。みんな怖かったね。あ、これ書いてる、むずい、むずいな。あ、でもそっか、もう一つなんかあんのか。どうしようかな、これぐらいの色。怖いよ、ずっとナナが独り言言ってる。あのね、むずいんだよ、お題が。私もむずい。お題むずいよね。あ、じゃこのお題、ね、むずいやつはね。完成した。みんな似てるっしょ。これのお題マジで、ナナの見せて。ナナの、違う、ナナの視聴者さん大丈夫かな。呪いとかかかってない。戦慄してるんじゃないの。そっか。オッケー。みんながなんでそんな戸惑ってるのかが分かったわ。オッケーオッケーオッケー。戸惑うよ。いや、ナナの、ナナのとこにいらっしゃるお人間さんたちが戸惑ってるってこと？これよね、多分。これだ。みんなが言ってるの。嘘だ。それだけじゃないぞ、絶対。もうちょっと、もうちょっと上にしとこうか。ね、このぐらいでしとこうかね。ちょっと待って。はい、打足だと思うけど、まず。打足って。打足って。失礼。打足って何？打足って。いや、いや、これは完璧やろ。めっちゃ可愛いの来た。ノリノリランラン。あくや。いや、これは真偽、真偽だよ。これは真偽ですわ。怖い。ちょっと、ごめんよ。二人に当たってしまった。メロンしたら全部紫になっちゃう。いや、紫どこにある。あ、なるほどね。そう、なるほどでしょ。うん、わかるわ。椅子打てって書かないであげた私を褒めてほしい。え、でも偉いな。椅子打てって辛いのか、なんだっすよね。ちょっとやっぱ言ってたんだけどね。ね、あんでさ、チョマの眉毛いつもこうやって描くの。可愛い丸眉って言ってるじゃん。え、太眉なんですよ。一応描いたんですけどね。丸じゃないよ。可愛い丸眉。プリズムみたいになってる。新人ライバーですからね。そうですよ。そうですね。期待に応えないとですよね。そうだよ。だから、とんでもないものを見ちゃいけないよ。お、なんだろう、キモ、キモい。キモくなっちゃう。キモくなっちゃう、嘘だよ。マネキのキモかったとこ見たことない。え、可愛くないみんな。天才や。やっぱこの色の表現が大事です。あ、違う。いや、わかる。やっぱバケツしか買ったんよな。いや、もうしない。嘘つくな。リコはもう塗るな。お願いだから塗らないでほしい。マジで塗るな。歌わりやすくしてんだよ。で言われてんの初めて見た。お願いだから塗らないでほしい。いつまでになっちゃうんだよ。ルンルンが石つぶてになることないから。あれひどいよ。あ、でも一番乗らなくていいじゃん、チョマとか。これかわいいと思う。おもろい。あ、違う。何かわかんないかも。違うかも。完璧やろ。ちょっとキモくなっちゃった。かわいいわ、これ。これできるんじゃない？もうない。やることない。セミと戦うルンルン。いや、セミ多いな。おい。お？まずルンルンなん、これ。できないでしょ、これ。あ、討論だったのか。かわいい。かわいい。あ、でも、いや、合ってないんだけど、言いたいことは伝わってるけど、最初のとは違うと。もうちょっとあれやったかな。喧嘩してるのね。ちょっと言ってもいいかな。ねえ、ナナさんってさ、チョマのことあんま、実は、興味ない、見てないんでしょ。え、違う、これは、本当に、フワのコンセプト好きじゃないんじゃないの。違う。チョマは、誰、何、右がチョマで、左がセミなんですけど。わかるけど、でしょ、ほら、わかるでしょ。いや、違う、眉毛だって、何回も言ってるのに、ちょくちょく線になる。これは、
マロマユだっちゅう。マロマユ、もう横から見たらこう直線に見えるやんか。見えないよ。見えないかな。見えないよ。もっと丸がさ、縦になんか細くなるよ。あ、ごめん。え、マルコ描く。うん、ごめんね。一応びっくりしたよ。ちょま胸毛とかは描いたつもりやっていいけど、そこやったらダメかな。胸毛だった。ちょっと上手いのやめてね。ちょ前よりセミの方が描いてこれ確かに違う。セミのよりセミの方が上手い。次はもうちょっとうまく描く。時間がかかったよ。そう、セミにね、やっぱ時間かけすぎちゃったよ。そう。かける方は違うの。ちょまよりセミの方が時間かけたね。うん、そう。ちょまより覚えてくるからね。はい。お願いします。これちょっと待って。どうしよう。描くの怖いんだけど。悲しませてしまいそうで。描くの怖い。悲しませてしまいそうっていうことある。分かってきた。みんなを描くのが怖くなってきた。あ、怖いの見すぎちゃった。ごめん。みんな違う。描くことで悲しませてしまうのではと。違うよ。あの、皆さん聞いて、嬉しくないとアイコンにしないよ、こんな長いこと。間違いない。先輩たちにもめっちゃ褒められたんだから、このアイコン。あ、本当に、うん、喜んでくれてた。実はうん、話題の難易度が上がってきてるね。とこの気がありこのやつ言うと、足がいこのって言っちゃった。ダメだ。何にも頑張っておけないんだから。これ、悪いんじゃない？きっと待ってくれ、ダメなことかもしれない。どうしよう。上手でしょ。さすがにちょっともうちょっと。いいよね。待って。ちょっと待って、わかんないかな。書き換える。よし。これでここか。こうじゃない、こうじゃない、こうじゃない。ちょっと待って、難しい、これ難しかった。かわいいじゃない。やばい。もうでここは伝わるわ。あ、ちょっと待って、あ、待って、あ、かわいい。金魚スプレー。これかけました。ないか。ほら。なんでやこっち。ないけど。ホラーゲームなんだけど。金魚を捕まえるルーム。これほんと可愛かった。ね、軌道修正ね。いや、可愛いな。あの、言い方悪くなっちゃったけど、同じようなことだと思う、これは。これ、上のホラーゲームでしょ。え、なんでホラーゲーム見たことあるよ、ちょば。ホラーゲーム？金魚すくいって明朝体で書かれとる。ホラーゲームでしょ。ありそう。金魚すくい。あるよ、なんかもう。でも伝わるよ、なんか。でも、マロマユ、そういになってる。そう。あの、ちゃんと成長してる。本当だ、本当だ。マロマユ、よかったね。そう、悲しませたこの子で、マロマユにしたんです。はい。そう、成長したね。成長したでしょ。成長した。あ、よかった。ただ、なんで真っ黒にしたか、ちょっと。やっとまともなルンルン書かれたよ。よかった。こういう感じで書いていくわ、ちょま。うん、私の下の絵を見習って。こういう感じなんだ。炎もないしね。炎みたいな。そっか。炎も描くわ。それ、マロマユが衝撃すぎていつも言ってないけど、リボンとかさ、あの、うん、頭の炎とか、チョマにはいっぱいあるんだよ。そうだよ。そっか。そうだよね。しかもなんか耳を手みたいに描くのやめてね、いつも。はい、だから、いつもでなるんだって。耳が手ぐらいまであるからさ、ちょま。別々に書く。そしたら、別々に書く。耳と手。別々ってどういうこと？わかんないけど。まあ、でも分かった。うん、ありがとう。え、てか、そもそも、できるんこれ。え？できないやつ来てる、お題。これか。うん、で、はいはいはい。どうやってやるんだろう。これだったとしたら。多分そうだと思う。それっぽいっしょ？最高なアイス。あ、やばい。違うね。全然違うとこかも。まあ、でも許してくれるよね。私普段見てる光景だからね、描くの早いですよ。これさ、黙っちゃう。待って、こううまく描く。全然違うとこだ。どう？天才じゃない？これ全然いけてるのでは？
や、もう完璧だと思う。これむずいよ。これで伝わってほしい。これでいけるんじゃない？一番うまい？あ、やった！よしよしよし。これギャルなしょうま。これ自信あります。え、かわいい！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 え、バケツやめたい！バケツやめたの。ピースないとわかんなかったけど。自信ある。ね？怖い。怖い。どっちも目がバキバキ。え、でも、これ一番、まあでも、一番うまい。そうでしょ？そうだよね。確かに。あの、真っ黒に塗りつぶしてた眉毛も、あの、真っ白にしまして、リスナーに言われて、黒く塗りつぶして。炎もある、炎も。炎もあってね、胸毛もちゃんとあって、胸毛ピースもしてよだれかけみたいな。耳もね、なんでそんな長いのっていうから、短くして、腕も短くして、そうだね。そう、そう。違うか上手になった、上手になった。でも、でも分かる、ちょっと待って、ちょっと待って。伝わってるもんね、これでも、ルル。今までの画伯二人にね。でもあの、ギャルな、あの、ピース、今日はピースできない。そう、ピースできないんだよ。確かに。だから、そう、どうしようってなりながら書いたんだよね。うん。でもなんか人間さんたちも褒めてる。え、でしょ？嬉しい。え、でもこの感じがする。画伯の成長を感じます。ですよね。よかったです。はい。俺、ごめん。ギャルになれたのだろうか。